皆さんこんばんは。ミステリー大好き VTuber のしおりだよ。最近さ、読んだのが星を継ぐもので、そしてその次がエラリークイーンのギリシャ棺の秘密だったんだけど、しおり海外ミステリー全然読めるわっていうテンションになってて、新しい境地にね入ってるの。というわけで今日は最近購入した海外ミステリー小説5冊イエーイ。今までしおりはあんまり海外ミステリーって読んでこなかったの。みんなはどう？いやでもね、いろいろ考えたの。日本というこの小さな島国でもめちゃくちゃ素敵なミステリー小説がたくさんあるわけじゃない。そしたら絶対海外も視野に入れたらもっともっと素敵な物語に出会えるよね。じゃあしおりが本屋さんでこれ面白そうって思った5冊をこれから順番に紹介していくよ。では1冊目はこれだ。じゃあね、1冊目はこちら、最春超幽霊ホテルからの手紙。これはね、単行本です。今回本屋さんに行った時にこうね並んでいたところをちょっと手に取らせていただいたんですけれども、ね、中国の人なんだね。最春って言ってなんかお祭りに、草冠にお祭りで春走るみたいな字。中国のスティーブン・キングが日本初上陸だって。だから日本の人でこう中国語が読めない方はこの本が初めてってことだよね。初上陸ってことだから。累計1500万部突破だって。女優から託された木箱を手に幽霊客さんを訪ねた作家。12通の手紙が物語る狂気と惨劇とは。そこでは聖者は生き絶え、死者は蘇るっていう風に書いてあります。客さんっていう風に、これ客さんってなんだっていう風なのをちょっとパラッとめくりますとね出てるんですよ。日本で伝統的なスタイルの宿泊施設を旅館と呼ぶように、中国風の建築様式の宿泊施設のこと。一旦は廃れたが21世紀に入ったあたりから新しくおしゃれな客さんが観光地に増えている。日本語では客山とも読むっていう風に書いてある。あと古いホテルとか、まあ、旅館っていう感じなのかな。じゃあまあ幽霊ホテルみたいな、あ、幽霊ホテルって書いてあるからそうか。幽霊客さんは海と墓地の間にある。海と墓地、あーもう怖。なんかの東部の海岸、海風が吹き荒れる。見渡す限り一面の荒れ野原に立つただ一棟の3階建ての客さん。もしや誰もいない空き家なのか。絶望しかけた時、扉が突然ギーッと音を立てて開いた。上主演は驚いたが息を潜めて目を見開き、ゆっくりと開く扉を見つめた。幽霊客さんは営業しているのだ。その時彼は扉の中にこの世に2つとない恐ろしい顔を見た。っていう風に本文よりっていう風に帯にね書いてありますね。中国のスティーブン・キングっていうことは、まあ、かなりホラーなんでしょうね。ちなみにこの本の中は2段に分かれている感じなので結構ボリューミーですよ。やっぱりね、夏ですからホラーいいんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんも手に取ってみてください。はい、では2冊目はこちら、 SS バンダイン著、創上殺人事件。これはビショップ殺人事件ですかね。どっちなんだろう、読み方がわからない。創上っていうのがビショップっていうのも、これをね本を手に取って初めて知った。これさ、まあ、バンダイン有名ですよね。最近しおりエラリークイーン読んだんで、やっぱり続けてねバンも気になるって思って買っちゃったんですけれども、これのさ、まあまあしおりも無知でしたわ。このビショップ殺人事件、創上殺人事件の後ろをね見たらね、もう楽しい。あれですよ、横溝正史先生の作品みたいな感じの匂いがプンプンするというか、あとはトリックとかそういうのね、ドラマの匂いとかがしますね。じゃあ後ろ読んでいくと、誰が殺したコックロビン
それは私、とスズメが言った。4月のニューヨーク、この有名な童謡の一節を模した不気味な殺人事件が勃発した。マザーグース見立て殺人を示唆する手紙を送りつけてくる僧侶の正体とは、史上類を見ない陰惨で冷酷な連続殺人に心理学的手法で挑むファイロ・バンス。江戸川乱歩が称賛し、後世に多大な影響を与えた至高の一品。いいですね。あ、これさ、もう誰が殺したコックロビンっていうところがさ、もうなんかそそられる。子供っぽい出だしなのにゾクゾクするよね。で、その見立て殺人、マザーグースはよく見立て殺人に使われますね。見立て殺人でさ、それを私ってスズメが言ったとかね、もうなんか、あーって興奮しちゃう。これをね、こう手に取って後ろ見た時に、やばいぞっていう風になってしまいました。だからもう本当に海外ミステリーをね、こう手に取って後ろ見るべきだなってしおりは思いましたね。うわー、最高です。江戸川乱歩が称賛しって書いてあるから、もうね、もう間違いないでしょう。いや、読むのが楽しみです。いつ読もう。では続きまして、3冊目はこちら、暗殺者に口紅をですね。ディアナ・レイバーン著。こちらはですね、初めてディアナ・レイバーンという名前もね、まあ海外ミステリーをあんまり知らないからかもしれないんだけど、帯を見てさ、もうちょっとね、見たくなってしまった。60歳の女性暗殺者4人、かっこよすぎ、極上のエンターテイメント。古巣の暗殺組織に命を狙われた4人は生き残り、平穏な生活を取り戻せるかっていう。もう60歳の女性が暗殺っていうのもなんかすごくない？すごい、それ何そのコラボみたいな。なんかね、しおりの、なんだろう、好きなことというか好きなものっていうのをちょっとふと考えた時に、世間一般では弱いかもしれない立場、例えばまあこちらでいうところの60歳とか、まあね、もうこう女性としてはさ、もう結構な先輩じゃないか。その先輩たちが実はこの暗殺者っていうすごい強い状態で、もうなんかきっと若い人たちをバッタバッタ倒してしまうんじゃないかなとか、そういうところが結構好きで、なんかこれはね、すごい、あ、ピンときてしまった。あ、これ見たいって思った。ナチの残党や犯罪者を標的としてきた暗殺組織、美術館。暗殺業に40年を捧げた、おお、60歳のビリーたち4人は引退の日を迎えた。記念のクルーズ旅行に出かけるが、彼女たちを殺すため組織から刺客が送り込まれてくる。生き延びるには知恵と暗殺術を駆使して反撃するしかない。殺すか殺されるかの危険な作戦の行方は、本国でベストセラーとなった極上エンターテインメント。うはー、面白そう。すごーい。え、これ映画になってないのかな。なんか映画になりそうじゃない？あ、ちなみにね、帯のところに後ろ側なんだけど、読まれた方、先読みキャンペーンでの絶賛の声っていうのがありまして、とにかく楽しいって書いてある。暗殺集団という言葉からモノトーンの雰囲気を思い描いてたんだけど、めちゃくちゃカラフルで読んでいて元気が出るって。カラフルって使うのすごいね。最高でした。とても面白かったです。この小説を読んで、そうだ、エンターテインメントはここまでできるんだ。だから私たちは本を読むのだと心を震わせ、後にゴーゴーと燃え上がらせました。すごいすごい。いや、もうこのね、感想をね、聞くだけでももう読書欲が爆上がりする。やばい。読みたーい。楽しみだね。はい、では4冊目はこちら。ミック・ジャクソン著、銃の奇妙な話です。いや、もうさ、これ想定見てよ、不穏な感じするよね。これを見た時にさ、なんとなくエドワード・ゴーリーを思い出しちゃったのよ。え、ゴーリー描いてるのかなっていう風に思って、調べてこうちらっと見たら、カバーイラストデビッド・ロバーツっていう風に書いてあるから、あ、違うんだ、ゴーリーじゃないんだっていう風に思ったんだけど、もう話はね、ちょっとね、あ、そんな感じかな、エドワード・ゴーリー集はするなっていう風に思った。
じゃあ後ろをね読ませていただきます。命を助けた若者に辛い人生を歩んできたゆえの奇怪な風貌を罵倒され心が折れてしまった老姉妹、敷地内に薄暗い洞窟を持つ金持ち夫婦に雇われて隠者となった男、蝶の修理屋を志し手術道具を使って標本の蝶を蘇らせようとする少年、ブッカー賞最終候補作の著者による日常と異常の境界を超えてしまい異様な事態を引き起こした人々を書いた珠玉の短編集。あー最高。なんかね、しおりこの現実ではありえないんだけど現実でこんなんあったら気持ち悪いみたいな話好きなんですよ。だからねこれも結構そんな感じなんじゃないかななんて思っております。これはねすぐ読んでいこうかな。でこのね読んでくと扉絵みたいな感じでイラストが書いてあるんですよ。それが結構最初から不穏ですよ。なんかこう気持ち悪い気味悪い感じを醸し出しています。最初にねさっきもあらすじのちらっとあったんだけど女の人たちのピアース姉妹っていうお話なんですよ。その扉絵にもうねあこれってっていう風なのが書いてあったりとかするんでもうねすでにワクワクしております。見た目もねなんか文章がそこまである感じじゃないんですよね。短編集だからねこのね中にはね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個の短編が入っててそれでね200ページぐらいなので206ページなんでかなりねさらっと読めちゃうと思う。楽しみだなこの不穏な感じもイラストがイラスト見るだけでもなんかねあーやばいぞっていう風に伝わりますね。いやー楽しみです。ではラスト5冊目はこちら、マーガレット・ミラー著、まるで天使のようなです。はい、こちらはですね探偵ものです。私立探偵小説らしいんですね。これちょっと想定おしゃれだよね。なかなかこうなさそうな、まあ、人がさ3人いてでなんだろう鳥みたいなのがわーっつってある女の人にまあ襲いかかってるように見えてしまうんだけれどもどうなんだろうね。山中で交通手段をなくした青年クイーンは塔と呼ばれる新興宗教の施設に助けを求めた。そこで彼は一人の修道女に頼まれオゴーマンという人物を探すことになる。だが彼は5年前謎の死を遂げていた。平凡で善良な男に何が起きたのか、なぜ外界と隔絶した修道女が彼を探すのか、私立探偵小説と心理ミステリーにかつてない手法でつなぎ著者の最高傑作と称される名品が新訳で復活ということで、あ、新訳なんだね。あーマーガレット・ミラーさんはですね1915年生まれだって。94年にお亡くなりになってるっていう風に書いてあります。代表作に鉄の門、殺す風などがあると。おーそうなんだ。ページを見るとセリフも多くて読みやすそうですね。ミステリーには信仰宗教あるとねこうワクワクしちゃうよね。どんな宗教なんでしょう。修道女の人が探してほしいって言ってるオゴーマンっていう人は一体何なんだろう。気になります。はい、今回の5冊ご紹介させていただきました。いやこんなにね海外ミステリーを買ったのは初めてかもしれん。しおりは今までねやっぱりさっき言ったように海外ミステリーをそんなに読んでこなかった。日本という狭い世界で素晴らしい小説と出会ってきたけれどもこれからはねしっかり世界にも目を向けていこうかなと思っております。目を向けて生きていくもし海外ミステリーだとこれおすすめだよっていうのあったらぜひコメントで教えてほしいです。はい、動画を最後まで見てくれてありがとう。海外ミステリーいいなっていう風に思ってくれたらチャンネル登録と高評価ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。じゃあまた会おう。バイバーイ。またねー。そういえばさ、本屋さんに行った時に SNS で話題の本見つけたんだよね。SF なんだけどさ、プロジェクトヘイルメアリー。うん、しおりのね親友もねプロジェクトヘイルメアリーをねおすすめしていたのでねちょっとねいつか読んでみようかなーって思ってます。
ちょっとね、読みやすそうだった。